FX を使ってですね、前後ブレーキのブレーキフルードを交換していきたいと思います。この車体多分 4,5 年変えてません。まあその割にはちゃんと効きますし、ここの窓ですね、結構綺麗ですね。で通常劣化してくるとここが黄色くなったり茶色くなったりして、こんなに鮮明に見えません。あらかじめ準備するものとしてですね、まずはこのブレーキフルードですね、ドット4、私はエクスターさんのドット4を初めて買ってみました。いくらやったかな、1300円ぐらい、やっと安いですね。はい、あとこれペットボトルとホースでもいいんですけども、これ、アストロプロダクツさんが出しているものですね。はい、あと 8mm の片口メガネレンチ、これが使いやすいです。はい、あとこういうプラスファイバーパーツクリーナー、ティッシュとかですね、こういうの、あと USB ですね、あると便利です。マスター側からですね、外していきます。ネジ舐めないように気をつけましょうね。あとフルードはこれ塗装剥がれちゃいますんで、漏れたらすぐウエストで、拭けるようにですね、しましょう。ちょっと黄色くなってますね。灰をですね、取ってありますけども、こういう時はですね、こういうティッシュ丸めてゆっくりこれに吸わせてやります。これがですね、割と早くて確実ですね。ちょっと待っといて、こんな感じですね。すぐ捨てれるようにビニール袋とか用意しといて、こんな感じですね。もうちょっとかな。よいしょ。はい。こうやって見ると結構黄色いですね。新しいオイルを入れていきます。で、塗装面に垂れるとやはり、塗装傷んじゃいますので、最初にこうやって周りを固めて、漏れてもすぐウエスに吸わせるようにしていた方がいいかなと思います。かなり透明ですね。ここが部屋抜きのになってますので、これを開けてあげます。でここにですね、このレンチを仕込んでやります。緩めて締めるなんで、このぐらいかな。でここに、よいしょ、このホースを入れると、よいしょ、こういう感じですね。このアストロさんのは、まあ、ワメバルクついてるんですけど、今日は普通のやり方をやってみたいと思います。はい、じゃあポンピングします。はい、ブレーキレバーを何回か握って、握ったまま、ここを緩めてみます。そうすると出てくる。で、握ったまま、離さずにですね、また閉める。はい。で、また上をポンピングして。緩めて出して、また締める。この繰り返しですね。はい。こうやって新しいオイルを上から送り込みながら、古いキャリパー内のオイルやホース内のオイルを押し出していくというやり方ですね。よいしょ。ああ、もうこれだけ減ってます。ちょうどですね、この右上の穴のとこから吸い込みますんで、ここにエアが入らないようにしないといけません。
油面が下がりきる前に補充してやるというのをやっていきましょう。上側のポンピングはこんな感じですね。こうやってポンピングして握ったまま下のバルブを開けます。で今も握ったままでしたね。で下のバルブを閉じてから戻しちゃうと。でまたポンピングして握ったままずっと握ったままバルブを開いて、でバルブ閉じたらまた離してやる。でポンピングと、この繰り返しですね。もう100回ぐらいしてますけど、かなり握力鍛えられます。ここから出るオイルが色が薄くなってエアも出てきてないということであれば、それで完了で大丈夫です。ホースとタンクを外していきます。タンクを下げて、ホースを抜きます。でホースのオイルが全部下に落ちるので、あとはここをきれいにして終わりですね。はい、ちゃんと締めたか確認してと、はい、バーツクリーナーできれいにして、で元に戻してやります。蓋のパーツルームですね、あらかじめきれいに、しておきます。こんな感じですね。で、つけていきますね。オイルがないのを確認して、ゆっくりつけていきます。はい、ですね。一番上の蓋と、はい、でネジを入れて、でこのちっちゃいプラスネジ舐めないように気をつけましょうね。舐めやすいです。であまりオーバートルクにならないように、でも確実に止めてあげます。はい、こんな感じですね。漏れたフルードとかをですね、スパークリーナーで飾ってあります。はい、これで片方終わりですね。これを同じようにリアもやることで、完璧になります。